熱処理設備の水質管理専門、冷却等の水処理や水のかかりつけ医、株式会社セールスエンジの杉山です。こんにちは。はい、今回は、今ですね、5月の14日、九州はですね、梅雨にですね、もう南の方は入ってきまして、これからですね、まあ、1ヶ月半ですか、雨がですね続くわけなんですけど、これからの季節でですね、まあ、ちょっとよくある特徴といたしまして、冷却灯のですね上からものすごい白煙がですね、これからの季節どんどんこう見られるようになります。これは何なのかということについてお話したいと思います。冷却灯のですね、上から出ている白煙、あれはですね水蒸気です。よくですね、冷却灯を保有されているお客さんなんかはですね、まあ、近隣のですね住民の人たちから、煙が出よるとですね、これがですね、消防署へのですね通報とかにですねつながることがあります。まあ、かといってですね、これから季節、まあ、湿気が多いっていうのもあってですね、水蒸気が非常に出やすい時期になってくるんですね。で、まあ、冬場はですね、冷却灯っていうのは水が冷たいんで蒸発がこう少なくなりますんで、まあ、あんまりですね水蒸気というのは見られないんですけど、ちょうどですね、今からの季節で、暖かくなるにつれ、そうですね、蒸発量が増えてくるとああいう白煙がですね上がるような状態になります。まあ、今はですね白煙を抑えるようなタイプなんかもあるんですけど、まあ、冷却灯の 性質上ですね、なかなか白煙を抑えるっていうのは難しいかなというふうに思います。はい、あれはですねもうほぼ真水が蒸発しているだけなんで、まあ、何かにですね影響があるとかいうそういうものではございませんので、まあ、ご安心いただければなというふうに思います。はい、熱処理設備のトラブル激減、10年経っても安定稼働、熱処理設備の冷却水のなんか冷えが悪いなとかですね、冷却水の配管が詰まってしまって、水が流れなくなったとかですね、そういったトラブルでお困りでしたら、セールスエンジと検索をいただけますと詳しい情報をですね、ご覧いただけます。どうぞよろしくお願いいたします。